カタールワールドカップで日本中が盛り上がり、帰国時には多くのファンが空港へ駆けつけていました。しかし、帰国時の様子の生配信に日本サッカー協会の田島会長が映ると、コメント欄には一気に田島会長への批判の声が溢れる事態となっていました。どうも、将来の夢は女性からの黄色い声援を受けること、補欠カラスです。今回は多くの批判を食らっている田島会長が日本サッカーを滅ぼすとも言われる理由を解説していきます。報復人事を行う、2016年1月、日本サッカー協会の初めての会長選挙で、 当時副会長だった田島さんと専務理事を務めていた原博美さんが立候補し過半数を獲得した田島さんが第14代会長に就任しました。しかし就任以降田島会長は多くの失態でファンや関係者から批判を買うことになりました。まず田島会長が会長に就任した後すぐ自分に対立したり反対意見を言う人物に対して報復人事を行いました。最初にターゲットとなったのは選挙の時に田島会長と会長の座を争い6票差で敗れた原さんでした。当時の日本作家 サッカー協会の中で、田島会長に匹敵する力を持っていた原さんに対して、田島会長は2階級以下の役職を打診し、結局原さんは J リーグの副理事長に就任することになりました。さらに原さんを追い出した翌月の3月には、原さんと共に当時代表監督を務めていたハリルホジッチ監督の就任に尽力した下田技術委員長を降格処分としました。結局下田さんも事実上の追放処分により、自らサッカー協会を去っていきました。こうして日本サッカーを支えてきた有能な人材を、自らの保身のために に追放する人事を行ったのですその後田島さんは2018年2020年と会長に再任していますが2020年の会長選挙では立候補者が田島会長一人でしたなぜ立候補者が出てこなかったのか日本サッカー協会の関係者は協会内部で人材が育っていないというのもありますが立候補者が出ない一番の理由は田島会長の報復人事が目に見えているからです能力があっても選挙に出馬すれば報復されるのですから誰も出たがりませんよと言っていて周りが報復人事を恐れて田島一強状態に になっていたようですさらに田島会長は2020年に再任したときに日本相撲協会を見てもわかるように選挙は派閥を生みしこりを残すサッカーの話をせずに足の引っ張り合いになると選挙方法を変更するべきだと語っていましたそして田島会長は会長選挙における立候補者の審査評価制度を導入しましたしかしこの立候補者の審査を行うのは田島会長派閥だらけの人間ばかりでもし立候補したとしても選挙権を持つのは田島会長とズブズブの関係性にある地方の有力関係者ばかり になってしまいました選挙は派閥を生むと自分で言っておきながらも田島会長の派閥で周りを固めているので今後しばらくは田島会長の時代が続いていくことになるかもしれませんねこのように都合のいい形で組織のトップに君臨している田島会長ですが2008年から2010年に会長職を務めていた犬飼さんはサッカー批評という雑誌のインタビューで会長になる前の田島会長について衝撃的な評価をしていました僕が決定的に嫌だったのは僕の次の会長のことも考えていかなきゃいけないとカーブ

続けてそうしたら川淵さんはものすごく不満そうな顔をしてねじゃあお前他にいるのかと聞くから外から呼んでこなきゃダメですと言ったらもう次の日には僕がそういったことを田島は知っていたんだよああ川口さんと通じているんだなと思って。と語っていて川口さんに言った内容はすぐに田島会長に届いていたとのことでしたどうやら田島会長は権力を持つ川口さんにゴマを吸って近づいていたようなのですそして犬飼さんは彼のような目的のはっきりしていない人間がもしリーダーになったとしたらしょっちゅう方針がぶれて 大変ななことになるとにる思いますよ言うことがしょっちゅう変わるんだからそういう人間をトップに育えて,てはいけないと思いますねと指摘していましたが実際現在は大変なことが起こってしまっています他にも犬飼いさんは田島会長とのある会話について赤裸々に語っていました田島が僕のことをスポンサーに対する態度がでかくてないがしろにしていると言ったらしいんだけどちょっと待てよとお前みたいに都合の悪いことにもみてしてスポンサーに頭を下げるのがいいんじゃなくてスポンサーのためには日本代表がいいサッカーをやって人気を上げることが一番なんだ とたななのはちっともスポンサーのためにはならないと言ったんですと言っていて、田島会長のやり方が当時からどこかずれていたようです。こういった部分から、今の日本サッカー協会は、政治と同じように、とにかく権力を持つ人物にすり寄っていくことが正義になっていて、改革しようとする人物は排除されてしまう、最悪のパターンに陥っていることが見えてきますね。ハリルホジッチ解任ここまでの内容で、すでに田島会長がだいぶヤバいのは伝わったと思いますが、まだまだここからです。そして次は、ハリル・ホジッチ監督 ロシアワールドカップのアジア予選で出場権を勝ち取ったとき、田島会長は、ハリル・ホジッチ監督の続投について聞かれると、ロシアワールドカップ本戦もぜひやってもらいたいとコメントしていました。しかし、田島会長は、ロシアワールドカップを約2ヶ月後に控えた2018年4月7日、会長としての権限を行使して、ハリル・ホジッチ監督の解任を発表しました。まさかの解任に日本中が驚きに包まれましたが、田島会長は会見で解任理由について、選手とのコミュニケーションや信頼関係が多少 れてきたことそして今までのさまざまなことを総合的に評価してこの結論に達したロシアワールドカップで勝つ可能性を1%でも上げるためにもこのタイミングしかなかったと語っていましたそしてハリル・ホジッチ監督にそれを直接伝えたときのことについてはびっくりしていた動揺し怒りもあったと思うどうしてこの時期にと聞かれたのも事実ですと話していて突然の解任に動揺していたことも語っていましたするとハリル・ホジッチ監督は解任発表から3週間後に来日し怒りの記者会見を開きましたまずハリル・ホジッチ監督は 解任理由と、しししててて挙げらられていたたたた選選手手ととととののコミュニケーションにに関して就任した3年前かか私は誰ととは誰もも特ち何の問題もなかったと田島会長の言葉に真っ向から反論します。続けて、どの選手と問題があるのかと聞くと全般的にということだった。皆さんが承認になってくれると思うが、この3年間、人前で誰か1人の選手を批判したことは一度としてなかった。いつも私が言っていたのは、悪いのは私であり、選手を批判するなら、ハリルを批判してくれ、だった。実際にピッチで選手たちに何か言いたいときに は面と向かうようよにしてていいいいいたたストトレーなな私の物言いに慣れていない選手がいたかもし、れないししかし私にしてみれば、選手たち、日本代表チームへの思い入れはとても強かった。というように、常に選手ファーストで指揮を執っていた、とも語っていました。しかし、田島会長は、解任発表の会見の中で、技術委員会がコミュニケーションの修復を試みた、と語っていたようですが、ハリル・ホジッチ監督は、この意見にも真っ向から反論し、誰も私のオフィスに来て話をしていない。私は技術委員会の存在すら知らなかったし、後から加わった西野さんは、 あまり多くを語らない人で、確かにコミュニケーションは非常に少なかったかもしれない。本当に何か問題があったとしたら、会長が事前にどうするんだ、ハリルと言ってくれればよかった。西野さんも私に警笛を鳴らすなり、インフォメーションをくれればよかった。私がすごくショックを受けているのは、前もって誰も何も教えてくれなかったことだと言っていました。このハリル・ホジッチ監督の言葉を聞くと、解任するにしてももう少ししっかりとしたやり方があったのではないかと思いますね。そして結果的に、ハリル・ホジッチ監督は田島会長の解任会見で自身の名誉が傷つ 日本サッカー協会を名誉毀損でで訴える事態にままま発展してしまいましていたこの訴えは、約1年後の2019年4月に取り下げられましたが、しっかりと田島会長が真摯にハリル・ホジッチ監督と向き合っていれば、ここまで大きな騒ぎになることはなかったでしょう。さらに、こういった外国人監督との騒動により、日本サッカー協会への外部からの信頼が一気に落ちてしまい、これ以降、優秀な外国人監督を招聘することが困難な状況に陥ってしまいました。そして、田島会長は、ハリル・ホジッチ監督の 公認人事においても批判を受けていました。公認について田島会長は、新しい監督には内部からの昇格しかないと語り、技術委員長を務めていた西野さんを新たに日本代表監督に据えました。これにはサッカーファンから、現場から長らく離れていた人物をなぜ監督にするのか、というような疑問が寄せられていました。実際、真実はわかりませんが、田島会長と西野さんは同じく浦和の高校出身であり、そういった共通点などで優遇され、お友達人事なんじゃないかと批判を受けていました。講演会の資料、そして次の 次の田島会長のヤバいポイントは、会長という立場でありながら、あまりにも講演会の資料がひどかったことです。2018年5月20日に、田島会長は東京大学、足利集休部の100周年特別記念講演に登壇していましたが、その講演の中で田島会長はこのようなパワーポイント資料を出していました。一見見ると、何のグラフなのかが全く理解することができませんが、実際には棒グラフの右端がベストコンディションのパフォーマンスで、左端がワーストコンディションのパフォーマンスを表しているものだそうです。そしてこのグラフを見て、 田島会長はロシアワールドカップで日本代表がポーランドコロンビアセネガルを相手にしてもスカウティングや相手のコンディション次第では勝利できる可能性があるという説明を日本一の大学東大のキャンパスで行ったそうです。このグラフは全く数値化されていないため日本のワーストコンディションでのパフォーマンスが具体的にポーランドのワーストコンディションと何倍の差があるのかといった部分が明確に判断することができません。そのためこの場にいたほとんどの人たちは田島会長が何を説明したかったのかわからなかったと思います。またこのグラフ がネネッットトに出回るとネット上では田島グラフといじられるようになり田島グラフを見て以降はどんなにひどい資料を見ても田島グラフよりはマシって思ってしまうといった声が多く上がっていましたさらに驚きだったのがこの田島グラフを披露した後に田島会長は質疑応答の時間を設けなかったことですまさに狂気の沙汰とも言えるこのグラフを堂々と東大に見せていたという事実を知って逆に僕は勇気をもらいました無責任な発言続いてはカタールワールドカップの出場に向けて苦戦していた時にとても日本サッカー界のトップとは思えない無責任ワールドカップの出場に向けて苦戦していた時にとても日本サ な言葉を放ちさらに森安監督を信頼しすぎるような発言で批判を集めていたことについてです2021年9月からカタールワールドカップ出場をかけたアジア最終予選に森安監督率いる日本代表は望みました大事な初戦はホームで格下のオマーンを迎えていたため誰もが日本代表の勝利を信じていましたしかしながら結果は試合終盤間際に失点してしまいまさかの黒星スタートとなってしまいますこの結果を受けて田島会長は今日雨の中でスタジアムに足を運んで応援していただいた皆様 そしししててテレビの前で応援いいいただいたただ皆様に感謝いたしますとても残念ながら敗戦という結果になったが最終予選10試合のうちの1試合と捉え気持ちを切り替えて次の試合に臨むとともに残りの9試合でカバーしていかなければならない今日はこの試合にかけてきたオマーン代表を称賛しなければならないと日本代表にとってはホームで隠した相手に負けてしまった悪い方向で歴史に残る日だったにもかかわらずどこかその重大さに気づいていないような発言にとどまってしまいました続く第2節は中国相手に何とか勝利を ルも試合内内容はははは良かっったたとは言えず日本国内でで森安監督の解任論が高ままていましたそんな中でも田島会長は私は森保監督への信頼は全く揺るがないナンバーワンのコーチだと思っている完璧な指導者もいないし完璧な試合ができる時も本当に少ないと思うそういう中でしっかり結果を出していくのが代表監督だと思っているそれをやってくれる監督が森保監督だと思っていると本当に試合を見ているのかが疑われるような発言をしていましたそして第3戦のサウジアラビア戦で日本は柴崎学選手による通告 のパスミスミから決勝点を許してしてまいいいい試合をををを終えたた時点で2敗を喫してしししててままままうというと過去にに類を見ない最低ののスタートを切ってしまいましたがこの結果にも田島会長はまだ3試合が終わっただけで最終予選は7試合が残っているここからが本当の負けられない勝負となったオーストラリアに勝てばこのグループが混戦になってくるのでまずは次の試合にしっかり勝つことそして絶対に諦めないこととまだ3試合という言葉からもやはり危機感が全く感じられない様子で多くのファンから批判を受けていましたこの当時オマーンに負けてから高まって 監監督督解解任任論がよりり一層高まり森安監督自身も田島会長に対ししして解任を迷わないで欲しいでと直談判したそうですその後、田島会長の決断に注目が集まりましたが、結局、森保監督を信じ抜くと決断し、最終的には、カタールワールドカップで成功を収める結果となりました。しかし、間違いなく、当時の森保監督は、解任されてもおかしくない状況にあったわけで、田島会長は、ギャンブルに勝っただけと言っても過言ではないと思われます。そのため、ネット上では、田島会長の首が飛ぶなら、 ワールドカップ逃ししてても仕方ないいくらいに思ってしまっまと、ワールドカップで結果を残したにもかかわらず、田島会長アウトの声は全くなくなっていませんでした。確かに、森保監督がワールドカップ前に解任されていたらどうなっていたのかは気になりますね。皆さん的には、もし他の監督だったら日本のワールドカップはどんな結果になっていたと思いますかコメント欄で意見を聞かせてください。人間性のヤバさ、そして田島会長がこのように日本のサッカーファンからの信頼を完全に失っているのには人間性の面で他にも様々な背景があります。 まずは、2021年12月に行われた天皇杯での払い戻しをめぐっての出来事です。この時十12月12日に、轟競技場で行われた天皇杯準決勝の川崎フロンターレ対大分トリニータの試合で、観客の一人から新型コロナウイルスの陽性反応が確認されて、決勝戦へ向けての対応が注目されていました。その中で田島会長は、オンライン上で行われた会見において、発熱などのある方にはご遠慮いただくこと、感染対策をしっかりした中で、どうしても感染できない方には、払い戻しも、 含めてししっかり対応したいというように決勝戦のチケット払い戻しを示唆していましたしかし田島会長の会見が終わった後すぐに広報担当者が報道陣に対して払い戻しは行っていないと田島会長の発言を訂正する事態となっていましたなぜ田島会長は払い戻しを行わないことを知っていたはずなのにこれだけ重要なことを会見の場で間違えてしまったのか疑問しか残りませんがこういった行動の積み重ねが信頼を失う原因になっていることは間違いないと思いますさらにカタールワールドカップのアジア最終予選 のオーストラリアとのアウェーの試合では勝利すればワールドカップ出場が決まるという大事な試合でしたがアウェー戦の放送権を打ンに独占されていたため地上波では放送されずこれに対して田島会長は放送してくれたことを感謝していると語りつつも残念なのは子供たちが見られないことイギリスなら FA カップの決勝は地上波で放送しないといけないという法律がある国がそういうことを法律で決めればやりやすくはなるというように自分たちで働きかけてもいいような仕事を国任せにしていました田島会長は すでに就任から7年が経とうとしている中で、これだけサッカーファンから嫌われ、日本サッカー界を蝕んでいるような状況ですが、ワールドカップでは結果を残してしまったため、何か不祥事がない限りは、しばらく田島政権が続きそうな予感がします。皆さんもなんとか、日本サッカー協会がより良い方向に持っていけるような方法が思い浮かんだら、ぜひコメントしてください。今回は、田島会長のヤバいポイントを紹介しましたが、森保監督が批判される理由は、この動画で紹介しているので、見てみてください。というわけで、チャンネル登録と高評価を押して、 次の動画も見てください。それでは皆さんさようなら。